さあ、気になるのは日々の手入れ方法です。全くお手入れなしで OK なんです。嬉しいですよね。私結構ズボラなので、そういうの結構嬉しいですね。とは言ってもやっぱり日々ね、使っていく中でちょっと気になる汚れ、例えばちょっとこぼしちゃったなとか、なんかこう汚れてしまったなっていう時はですね、こちらを軽くタオルで水に濡らしていただいて、まあ、ちょっと固めに絞っていただきます。で、こちらを気になる汚れのところに優しく拭き取っていただくだけで大丈夫です。今ちょっと濡らしてしまったので、こうやって色がねつきますけれども、これは一時的に中に入ってしまっていますけれども、時間が経ちますと乾いてきますので、ご安心ください。それで日々の汚れはね、だいたい取れますので、ご安心いただければ